島のインストラクターの庭でございます。ジャッカルの石川です。今回は庭さんプロデュースであんなことやこんなことやアドベンチャーとエンターテインメントです。ピーランドみたいですね。そうピーランドですね。ぜひご視聴ください。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい遠征に来ております。めちゃめちゃ緊張してるんだよ。テレビに出ているあの人が光栄なことに、フィールドにお誘いいただきまして、貴重なお話をたくさん聞いていきたいなと思っています。本当に楽しみにしています。何で LINE とかやってんだけど、ずっとやってんの LINE を。早くゴミ出しに行って。何好きなの。すごいですね。そうあれインストラクターですから。そうなんですよ。今年度からおめでとうございます。ありがとうございます。次何買おうかって言って、あ見ました見ました。その時に、庭さん仕様でやってみたいって言って、そうね、はい、注目していただいて。私全然その庭さんのことも全く私分からなくって、多分ルアー漫画とかああいうやつだと思うんですけど、いろんな方が乗ってらっしゃるじゃないですか。その中で、すいません、怒らないで聞いてください、一番怖いなこと。この人の真似をこの人はしたいんだねみたいな。釣りと全然関係ないこと聞いてもいいんですか？うん。なんで私たちと釣りに しようって言ってくれたんですか？なんとなく気が合いそうだった。撮影ってそんな長いことやるんですか？うん、まあ長いっすね。だ3日工程ですから大体。3日、絞り込まないといけないんで。まあ、自分が開拓したフィールドは事情が分かってるから一月先とか読めるんですけど、行ったこともないところでね、一月先の情報がみたいな。そんなところで撮影もあるんですか？昔はやっぱちょっとその頻度は高かったですよ。僕がそういう風に立ち振る舞えるという風に思われたんでしょうね。なんで俺こんな無理なんだよって言われるんだ。しかも悪天候で、同棲中は超しんどいわって思ったけど、やってると不思議にこう人間ってね、やうまいこと課題をクリアしてやりきれるようになるもんなんですよね。その時間っていうのはやっぱ無駄じゃなかったし、やっぱその判断と決断力がベラボーに上がります。で、断捨離できるようになります。あー、なるほど。わずかな可能性にすがるなんていうことはしなくなる。いや、もう私たち今回もめちゃめちゃドキドキしてて、あんだけたくさん撮影とかされてる庭さんが行くって言ってるんだから、これは絶対大丈夫なんだよって。いじけてたじゃねえかよ。私ね、すごい雨女なんですよ。ご覧の通り、君たち釣れるけど私釣れない。そうずっとすっげーいじけてたじゃねえか。大変だったよ。釣れないんだからつって。大丈夫大丈夫、釣れますよ。っていうか、そもそも島野さんが関東で手に入らない。全然手に入らないし、ネットでも買えないし、もういろ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 してたじゃん。なんかでも、庭さんの動画の、魚がこう捕食するシーンがあれは説得力あったよね。
これだって思いましたもん。合わせてないんですもん、うん、引っかかってるんですもん。あれはね、だからあの理屈が分かってないと書き紙はとてつもなく釣れない道具になります。あのシーンがどれだけの意味、そのどういう所作であれになってるかを見てないと、実はすごく、うん、あの絵の作り方としてはまあ正直悪かったなと思いました。あの社内向けのね動画を撮った時があるんですよ。で僕がこれこう新しくあの作った掛け紙でちょっと釣りしてみますってこうビシッて投げて、何もしてませんって言って、こうもう本当にここ構えてリールにも手も添えてないない状態でスコーンって入る絵を撮ったんです。すごーい、すごーい。それはあのね、僕のチャンネルに残ってるかもしれない。あの庭チャンネル、そう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 。あれ実はね、僕のチャンネルってあんまりねこう喋りも多くないし映ってるシーンも多くないんですけど、実はやってることに重大な意味がいっぱいあるんですよ。やばい。だからマニアックな人が見たらおーおーみたいな感じになる。なんかわわわむ切ったりとかしてましたね。そう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 、あ、してたしてた。あれもエラストマの切り方なんです。こう伸ばして伸ばしてピチッて切らないと断面が、要は刃が食い込んだ時に断面がこうグドグドグドってなるから、張力を与えておいてパチッといった方が断面がピシッてなる。これ僕も一緒ですよ、カメラ。マジですか、これ簡単でいいですよね。でもめちゃくちゃ綺麗ですね。美肌カメラ。今ニアさんキラキラに映ってます。さあいいや。アジング用のジグヘッドって、はい、このゲームがあるでしょ、うん、こう、あ、どう言ったらいいか、こう、でも実際でやった方が早いんだけど、めっちゃ放ってくれてるじゃないですか。めちゃめちゃありがてですよ。これはやばい、やばいの入れてくれてる、ありがとうございます。やばいんですか、これ。あの、3段入って、ほんと口使わないときに、はい、0403ってめちゃ効くんですよ。だって皆さん言われてたんで、でも重いのと軽いのどっちかにしろって。どっちかにしろって、うん、ほんまにそれです。終わるじゃん、針。ああ、こっち向きで説明した方が早いわ。こう、そっちもあるでしょ。ワームのその隙間ができる問題に対して、すげえな、言うな。基本ね、こう、なんかこうやってここをなんか 目で測ってここら辺までかなって、はい、こうやってやるでしょ。だいあんなしなくていいです。え、実はここまで刺したら、はい、ほぼほぼここなんですよ。あー、そうなんですね。ほぼほぼここなんですよ。要はシャンク調とここの長さってほぼ1対1なんですよ。あー、じゃあそこよく釣れるジグヘッドほどそうなんです。でもある意味、あえてシャンク長めに作ってあるっていうやつはまた別ですけど、また別なんですけど、うん、それってめっちゃ重いジグヘッドにしますないです。そうです、ないです。 4g、5g ぐらいはシャンプーの方が長くなってきます。めっちゃ頑張った後があるんですけど、剥がれてきちゃった。キンバリっていうのは強いですね。え、キンバリの方が釣りやすさに関係しますかね。うん、あ、そうなんですか。うん、キンバリの方がいいです。だから、掛け紙も、ああそうだ、キンバリエディションがあるんですよ。そうですね、あの中の針でデイっていう冠をつけてるんですけど、針だけで持ってますもんね。そう、うーん、あれ大好きです。あ、味大好きなんですね。うん、最後の最後に効いてくるやつですよ。あ、針の色って最後の最後、あとちょっとっていう時に金が効く。あとちょっとっていうところまで行きたいよね。あとちょっとって行く前に心が折れた。多分僕がこれだけのことを自信満々に喋ってるのって、はい、多分ね、もうたくさん釣ってるからなんですよ。でしょ、うん、たくさんいろんなと釣れる釣り場も釣れない釣り場も、もうあまたのアジを釣ってきたから、あとちょっとが力説できるんですけど、釣らないと分かんない、絶対に分かんないから、こういう島に来て
しこたま釣るっていうのはものすごいいい経験になるんです。釣るための所作とかがこう今度自分の中にこう小さな芯が出来上がるんですよ。で次行った時にその芯がどん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 太くなってくるんですよ。あ、こういうことかみたいな感じで、釣るってこういうことだみたいな。でそれが釣れない釣り場でもこの釣れた時のイメージとか考え方をこう持ち帰れるんですよ。例えばじゃあ横浜で今までやってた釣り場っていや、しょうがないなって思えるようになるんです、うん、ああそうですか。だからその釣れてるっていう情報だけにこう自分の考えを持ってってこのこじんまりとしたこの中で考えをこうなんか深めていくと、もう成長をものすごい著しく遅いです。なんと、うん、やっ一番やっちゃいけないです。とにかく釣りは釣れる釣り場で釣れる釣りをやんなきゃいけない。なんで釣れないっていうよりかは、まあ、これよく言われる話ですけど、なんで釣れるを理解した方がいいです。それの目先が手元だとか所作だとかになってはいけない。なんで釣れたを広い目で見ないといけないです。そうそうそう、15から20ぐらいのアジっていうのは一番釣るのが難しいです。あ、そうなんですか、うん、難しいアジにこう自分の道具とか考え方をこうギューッと持っていくと一気に成長止めますわ。え、だからやらない方がいい、本当は。我々のフィールドはそんなしかいないっす、うん、だけど竿抜けポイントって絶対あるんですよ。変な話、都会だと常夜灯なくても釣れるんですよ。もう漏れてるから。あ、漏れてますね、基本的に。でじゃあそれ何どうやって釣っていくのっていうと、基本的に流れとベイトがリンクする場所を洗い出していくんですよ。そういう考え方で動いた方が釣れる。いや、健全です。健全ですね。健全です。釣れる魚をどんだけ探すかっていうのが基本的にはもう釣りの腕の、まあ、僕の中では 90% だと思ってる。ポイントありきってやつですね。そう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 。だから釣れる魚を自分の足を稼いでやりきる。だから僕の釣り人生の中ではもうその時間をものすごく割いてきた。だからまずはその釣れる釣りとは何ぞや、釣れるとは何ぞや、これを理解しないと次に進んではいけない。でじゃあなんでそのやり方が釣れるのかっていうのをやっぱ深掘りしないと。じゃあルアーとじゃあどう違うの、匂いなの、光の透過性なの、比重なの、全てにおいて違うっていう風に考えてしまうと、もうそこでまた終わりです。表面的に捉えちゃった。どっかでね、自分にこうブレーキをかけてるんですよ。釣るための妙なプライドが、あー、わかりますね。邪魔するんですよ。なぜ今日はここでこうだったのか。まず釣れるを理解するんですね。釣れるを理解する。釣れるっていうことは、こういう条件でこういうものを使ってこういう重さでこういうタックル、こういう針を使った、遠くだったの、近くだったの、レンジはどうだったのとかっていうのを、まあ、一個一個紐解かないと本当はダメなんですよ。なるほど。っていうのは集合体にしていくんですよね。釣る数を釣るということが前提になりやすい魚種ほど、はい、やっぱその深く掘り下げやすい、推察で完結するケースの方が少ないです。やっぱ理由を見出しやすいんです。アジングとかアユの友釣りもそうですし、深瀬もそうですけど、やっぱある程度数が釣れるっていうことは、まあ、そこに理屈が存在して、アジングって意外に釣れる場所を見つけるのはそうそうしんどくない。だけど産卵を一括りにしちゃダメだ。ああ、産卵は産卵なんです。あ、まあ、でもあれ、あいつらはそれはベイトを食べに来てる行動じゃないんで、また全然別問題なんです。だけど群れ自身はこの捕食行動をしないわけじゃなくって、捕食もするんですよ。捕食しにくいっていうだけで、
それ食べなきゃ死んじゃいますよね、うん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 、だから僕が軽いジグヘッドと重いジグヘッドを用意せえっていうのはこの時期特有の話で、あ、そうなんですね。水温が18、19、20あたりかな、うん、っていうのは軽さと重さが乱立するんです。乱立する、うん、軽いものしか食わない。で特に6、7かな、7ぐらいは重いもの食いにくいんです。それってこの辺特有、それとも全国的に、全国さあ日本横ですもんね、うん、縦じゃないですもんね、自分のベッドは、うんうん、いいこと言われましたね。基本井戸理論っていうのが僕の中にあって、井戸と地形がリンクするところは魚の高度は一緒です。へぇ、ね、地形はまた別の話ですけどね。そう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 、最終的に押し寄せる、釣れるというところに直結してくるのはやっぱり最終的に地形はものを言うてくるんですけど、いるかいないかは井戸としては成り立ちます。へ、でもね、昭和から考えるっていうのは、まあ、やっぱりどうしても限界が出てくるんですよね。正直薄い昭和からのデータっていうのは、釣れるっていうことが何ぞやっていうのを理解するのにオフショア情報ってものすごく役に立つんです。あ、もう来るなとか、うん、もう差し込んでくるなとか分かる。なぜオフショアとショアの関係性、幕張の関係性って言ったら大体ひと潮ふた潮ぐらいです。リアルでリンクすることはほぼないないですね、うん、あ、そうなんですね。捕食は別として自分たちが都合よく暮らせるのは沖合、捕食行動がしやすいのは沿岸なんですよね。あ、うん、なるほど。自分たちより弱いものがいっぱいいる、うん、そう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 、捕食しやすいから、うん、要は釣れてる中でよりたくさん釣るっていうのは所作なんですよ、うん、あ、うん、でも0を1にするのは違う、うん、1をもっといっぱいにするのは 1をもっといっぱいにするのはまだちょっと別の話かな。あ、うん、だから10を20にするっていうのは所作です、うん、でいました、それを10にしますって言ったら、その1っていうのはたまたまなのか、うん、継続的に1なのか、これ考え方がガラッと変わるんです。要は、つぬけと言われるのにはそれなりに理由があるんですよ。あ、そういう言葉ができたっていうのもそうですもんね、うんうん、そこが多分、ね、成長の要素じゃないかな。へぇ、うん、そこに持っていくべき視点っていうのは道具もそうだし、考え方もそうだし、ちょっと1を10っていうのはなかなか難しい話。0を1は魚を探すという部分です。よく自己的な一匹って言いますもんね、うん、その自己がずっと続く、まあ、連日一匹しか釣れませんってなったら道具立てとか所作の問題になってる。でも2とか3とかで終わる、それが確実っていうか、その間歯抜けみたいになってたら、ちょっとエリアがフィックスしてないんじゃないのっていう、立ち位置が悪いんじゃねえのとか、アプローチの仕方がもしかしたら微妙に違うかもしれないっていう考え方に変わるんですよ。で、10を20にするっていうのはこう釣り方ですわ、所作ですわ、完全に仕立てもあっとる、場所もあっとる、魚は釣れてる、だけどあの人はめちゃめちゃ釣るけど僕だけは釣れない、釣れないじゃないけど数が絶対的に違うとかになると所作の話です。で、そこにみんな行きがちなんですよ、いきなり手元に行きがちですよね。そうなっちゃうけど、うん、釣り人の差がなんでしょうね、うん、道具要は何かのせいにしないんですよ、うん、これが悪かったから、立ち位置が悪かったからとかよう言うんですけど、全然違いますから。日本海といわゆる太平洋側、うん、は事情がまるで違います。まるで違う、まるで違うです。瀬戸内太平洋側と大きく事情が違うのは、あっち側は
干満差じゃない潮が流れてる、うん、黒潮、うん、黒潮の分流ですよね、うんうん、であれを選べないです釣り人側は、うん、だから光量的地合いって言うんですけど明るさ、うん、あれによってアジの群れがこうゆったり動くんですよね、うん、捕食じゃなくってゆったり動くんです。自分らが捕食されないために、ああ夜間のうちに外出ててそれが昼になって帰ってくるんですよ漁港内にベーって身を隠すために。であいつらは結構規模の大きな群れなんで、うん、そこの群れのエッジ端部にいるやつが、まあ、僕の中ではの話ですけどパイロット的な役割を果たしてて、こいつが捕食したものは大概群れの活性が上がっていくんですよ。だから漁港で並んでて、まあ、例えば右端の人がボンと曲がったらドン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 って曲がるんですよ。群れの先頭を一番端の人が群れの先頭を取り損なる なると中腹ら辺の人でゴッと曲がってそれ以降が曲がるみたいな。あすごいそういうことが起きるんですね。そうそう、日本海はその傾向がめちゃくちゃ強いです。へー。で僕らはその瀬戸内とかね、こっち側の宇和海とかなんで、うん、基本そのスクールが回遊してくるっていうのは、まあ、当然あるんですけど、うん、その恒量的地合いとか群れ のルートとか以外にもスイッチが入る要素が あるんですよ。でそれ何かって言ったらベイトなんですよね。あ、はいはいはい、ベイトの下にやっぱアジがつくんですよ、うん、ベイトの動きと同調するようにアジも動くんですよ、うん、っていうのが一つあります。それはいわゆる夜アジングのハイシーズンの考え方なんです。で今は時期的に産卵が絡む、だから産卵のために沿岸にやってきてるので、これベイト依存に必ずしもベイト依存にならないんですよ。だけど群れ自身 そのパイロットが食うと食い始める。それは同じと、これは日本海とリンクするんです。じゃあ見つけるの逆に難しくないですか？そう、だから爆発なんですよ。あーなるほど。考え方だけを それに当てはめようとするとどつぼはまるんですよね。だからちょっとしたね、端部の情報でも何でもいいから、それがいずれ全部紐づくんですよ間違いなく。ここがアジングの沼たるゆえんですよ、うん、釣り方とかそういう問題じゃなくって、そもそも論として群れの性質っていうのがシーズナルによって異なるよっていう事情を知ってからのルアー選択であり所作でありなんです。だから僕自身はそのいきなり小難しいアジングなんて進めてないんですよ。あ、はいはい、初心者の人にアジ釣ってもらいたいなって言った時にはキャストを伴ってまずアジ釣らせます。かっけー。これ見て、ステラおばさん、これステラおばさんなんですか？甘めです